フリーだった。そう、いやーゴールまで決めた。先制ゴールは清水。最後はこの人ドーグラス、5試合連続のゴールを決めました。今日のこのゴールで5試合連続のゴール、エウシーニョのスローインからでした。ちょっとねこの時にねディフェンスラインがバラバラでしたよね。そうですね、はい、その隙をついて中に走っていた初めてねレナトから選手がねあそこまで出てきましたね。技ありのパスですね、はい、ドーグラスがスライディング気味で流し込みました。そうですね、やっぱりドーグラス選手が中にいるとああいう形で決めてきますね。さすがのランゲラック選手も止められなかったですね、はい、